ルコックスポルティフは、スポーツウェア及びスポーツグッズのブランド及び、それを製造、販売するフランスの会社である。ルコックはオンドリを意味する。前身は、フランスの一地方で始められたメリアス工業で、1882年に創業された。フランスで最も古いスポーツブランドである。1948年から鳥のマークをつけることになった。鳥は、フランスの国鳥であり、 フランスに移住してきたガリア人の旗印でもあった。現在はサッカー、テニス、ゴルフ用のシューズやウェアを中心に一般用のスニーカーやカジュアルウェア、アクセサリーなどを製造している。スポーツ以外では看護師用のウェアやシューズも手掛けている。ツールドフランスにおいては1950年代から約40年にわたりリーダージャージのサプライヤーを務めていた。 1990年代からは他のメーカーにサプライヤーの座を譲ったが2012年に復帰アモリスポリオルガニザシオン主催のステージレースのすべてでリーダージャージを供給している日本には1981年に進出1990年12月にデサントがサラガン社より日本を含む極東及び東南アジア諸国における ルコックスポルティフの商標権を取得した。レコックスポルティフ、マドリードレコックスポルティフマドリード。ありがとうございます。